こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。はーい、イールド、逆イールド今回も逆イールドの話ですよ、はい、というわけでですね、今回もですね、11年半ぶりについにアメリカで発生してしまったこの世界経済を崩壊させる超巨大爆弾の一つであるこの逆イールドについてお伝えしていこうと思います。前回はですね、この逆イールドの基礎知識について、まあ、投資家トレーダーとして、知っておくべきポイントとその対策ですね、をご紹介しましたが、今回はですね、この3月22日に発生してしまったこの逆イールドは、じゃあ実際に今後どれくらいの影響を及ぼす可能性があるのか、そうですよ、超大暴落につながっていくのか、巨大爆弾の爆発につながっていくのか、その大事な話を、肝心な話を、していきたいと思います。お願いします。はい、そうです。このね、恐怖の逆イールドっていうのがね、世界経済を崩壊させる超巨大爆弾の一つであるこの逆イールドがついにですね、3月22日、アメリカ債券市場で発生してしまったんですね、でこれは2007年8月以来なんで約11年半ぶりの出来事。ほう、時期的に言うと2007年ってことは1年後にリーマンショック来てますから、そうですね、まさにリーマンショック前夜くらいですよ ね、 ね、に起こってるってことですね。で、前回もお伝えしたように、過去アメリカで言ったら50年で見たらもう 100% の確率で逆イールド後にはリセッション景気後退があり株価大暴落していると、今回もやばいんじゃないかと、いうことなんですけども、これはですね、ちょっと正確に言わないとダメなんですけど、今回起こった逆イールドっていうのは3ヶ月ものの、まあ、超短期国債と10年ものの長期国債の逆イールドなんですね、そうですね、でこれ、ね、前回の冒頭でもちらっと言ってるんですけど、逆イールドのこの本命っていうのは10年ものの国債と2年ものの国債なんですよ、10年ものの利回りが2年ものより低くなってしまった時、つまり2年ものの国債と10年ものの国債の逆イールドが起こった時がいわゆる本命、本物と言われて、本物と言われていまして、それが前回ご紹介したような逆イールド後のリーマンショックとか IT バブル崩壊とか湾岸戦争後の暴落とかの的中させたのはその2年と10年の逆イールドなんですね。あ、そうですね。はい。なので、そのもしくはその前回もご紹介したさまざまな金融引き締めとか信用リスクに対するその影響などは基本的には全て2年ものと10年ものの逆イールドを想定した話です。っていうところがまず大事なところ。なので今回の3ヶ月ものと10年ものの逆イールドっていうのは、これがいわゆるリセッション景気後退の前兆と見ていいのかどうか、まあ一つの指標として見ていいのかどうかっていうのは、実はプロの間でも判断分かれているんですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、大丈夫ですか、まあ、言うても3ヶ月だし、まあね、まあ、ちょっとしたなんか間違い、ちゃうっていう意見も無視なるし、だって 本命は2年と10年から2年と3年から全然ちゃうやんでね、そうだね、ことなのから、まあ、金銭でええんちゃうっていう、まあ、七節さんみたいな楽観的な人もいれば、いや3ヶ月とはいえこれ逆転したらやばいんちゃうかと。3ヶ月の方が短いもんね。短いし、よりやばいんじゃないそれもあるし、3ヶ月がやばくなってことはこれいずれもまた2年来るんじゃないかっていう見方ももちろんありますから、っていうやばいんじゃないかってことで意見は分かれておりますね、分かれてるんですけど、実際にですね、実はね、去年の2018年12月3日にもアメリカの5年ものと2年ものの逆イールドが起こってるんです。あ、5年ものと起こってるんですね。2と5のね、まあ中間仮想通貨ですね、言ってはりました。言ってましたね。言ってましたでしょ。もう一回言ってきます。起こってるんです。で、その時はそこまで騒がれてないんですよね。今回ほどはね。そうですね。今回ほどニュースにもなってないんですよね。あんま YouTuber も言ってなかった。言ってなかったですよね。そんなに、まあ一応逆イールド発生したっていうことでちょっと騒ぎになりましたけど、今回ほど暴落価格に影響しないし、まあ、ニュースでも大きく取り上げてないし、YouTuber さんも別に特殊を組んでない。ということで、ということなんですけど、起こっているんですよ。起こってるんですね。その時は2年と5年ね。今回は3年と10年。ということで、3年じゃない、3ヶ月。あ、3ヶ月と10年。なので、別にそんな気にせんでもいっちゃうっていう意見もあるし、いや、ここ段階的に来とるじゃないかっていう見方もあるってことね。なるほど、なるほど。なので、今回はですね、その本来は伝統的に長期金利の指標となっている10年ものの利回りっていうの、この10年がその一つの、まあ、メインの柱ですけど、これが短期のっていうか超短期の3ヶ月の利回りを下回ったんで、それはどうなのかっていう意味でプロとしても判断に困っているっていうイメージですね。
ただですね、そんな中でだから3ヶ月と10年が金銭でもいい、いやもしくは金しなあかんのかな、12月にも2年と5年逆移動したしな、それはどうやろうな、それ2と5来たし3と3ヶ月と10年来たからまた今後次に2と10来んのかなって意見もいろいろあるんですけど、うんうん、そんな中でだから見方が分かれてるんですけど、そのような中でですね、カナダの債券市場も逆移動になったことが今注目されています。ほうほう、はい、でお伝えしてきたように、まあ、過去50年間アメリカのリセッションの不景気になった時の前には必ず 100% の的中率で逆ウィードが出現してたんですけど、うん、ただ今言ったように今回3ヶ月と10年が、まあ、そこまでどうなんやろうなっていう でプロの市場参加関係者の間でも判断分かれてるんですけど、うん、カナダの話に行く前に、じゃあそれはなぜかというとですね、実は FRB アメリカの、中央銀行ですね、連邦準備理事会ね、うん、FRB が実は数兆ドル、数兆円ってことね、うん、数兆円規模の国債を買い入れているんで今、ね、数兆ドル、うん、数兆ドル、数兆ドルっていうことは100兆円、そうそう、数兆円ね、え、あ、数百兆円か、数百兆円、ほう、数百兆円の国債買い入れているんで、実は長期金利は低下しているんですよ。え、もう一回言って。成果？いや違う違う、そこじゃない。成果。FRB が低くなってる。定価や。FRB 中央銀行が数兆ドル、うんうん、数百兆円、数百兆円の国債を買い入れてるんです。買ってるのね。もうすでに買ってるの、買いまくってるのだから。うん、自分の国のね。そう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 。ほう。だから長期金利が低下してるわけです。ね、うん、下がっていってるね。そうそう。買えば買うほど債券は下がるのよ。うん、あの利率が下がるのよ。価格は上がりますけどね、はい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 、うん、ちょっとその辺はまた難しいんで、もうざっくりとざっくり ね経済学じゃないさっくりとでいいんですけど、うんうんうん、だからめっちゃ買ってるからめっちゃ金利下がってるってことや、でだから市場が歪んでるんですよ、うん、買うなよそれまた別の理由で買ってるんですけどね。あ、そっか、だからアメリカはもう中央銀行 その 大規模の国債買い、まあ、大規模というかありえない異常事態レベルの国債買いによって長期にはもともと下がってるから、うん、ちょっと短期金利上がったらすぐそれは逆フィードするでしょって話なんですね。ああ、ほんまや、そうや、だから市場が歪んでるんで、前回も言ったように逆フィードが起こっても別にそんなに心配しないでいいんじゃないかっていう意見も多いってことね、うんうん、まあ一瞬だけやしね、うん、まあね、うんうん、そういうことで流れてたんですけど、そのカナダでこの債券逆フィードが起こったことが今すごく注目されている理由は、カナダはそんなことしてないからなんですよ。何もその歪めてないんだ。そうそう、中央銀行が国債の買い入れとか、まあ、してないとは言わないけど、そんなアメリカとか比べての額じゃないから、うん、市場は歪んでないってことですね、うん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 、アメリカは国債、長期国債は FRB がいっぱい買ってるんでかなり金利が低くなってるけど、うん、それはかなり市場原理じゃなくて中央銀行の買いによって下がってるから、まあ言うたら日本の日銀による ETF 買いみたいな感じで株式市場がちょっと歪んでるじゃないかっていうようなイメージですね、うんうん、なるほど。でもカナダはそんなことしてないから、うん、そのカナダで逆移動起こったってことはこれ本物ちゃうと、ほういうことです。でカナダはですね、まあ、経済規模だけでいうとアメリカの10分の1程度なんで、うんうん、まあ、そこまで逆移動起こったからじゃあどうなんだろうけど、まあ、アメリカとすごい経済密接ですからね、うん、まあ、隣国ですし、そうですね、なのである意味景気の先行きを見るのであればカナダを見ろという意見もあるので、そのカナダで逆移動起こったってことはこれアメリカでも、うん、アメリカ歪んでるけど歪みがなかったとしても逆移動ちゃうかという見方があってすごく警戒されてるんですね。カナリアだ、アメリカのカナリアだ、炭鉱のカナリアがカナダってこと、うんうん、まあまあそう言えるかもしれない、ね、なるほどね、うん、昔炭鉱に入っていく時ガス出ても人間に分からんからカナリア、うん、無臭の時はね、うん、カナリア箱に入れて連れて行ってカナリアが泣き止んだらやばいってことで逃げるっていう、うん、炭鉱のカナリアっていうのは危険を察知するっていう意味ですけど、先行指標っていうね、先行指標ね、うん、まあもしかしたらそうかもしれないですね、うん、なのでその CIBC アセットマネジメントグローバル債券担当のバイスプレジデントの、うん、まあ、かなり偉いさんですね、その人が言うにはアメリカとカナダ両方が逆移動化したということはもう債券市場が数四半期とかもう、まあ、言うたら1年2年後ぐらいにリセッション入りを予想していることを示す真の警告だと言っており、カナダが発するこの警告のこの逆移動の方がアメリカより明確にやばいと、それは何かというと今言ったように中央銀行が操作してない、何もしてないからね、うんうんうん、っていう意見も出ております。なるほど、なのでちょっと警戒はすごく出てきたってことですね。そうやね、うん、まあ今回だけは大丈夫って思わん方がいいもんね、どっちにしろそういうことですよね、うんうん、というわけで3ヶ月ものと10年ものの逆移動なので今すぐ何が起こるってどうなるっ
ていうことを恐れる心配はないんですけども、うん、とはいえ警戒は必要という感じですね。そうですね、はい、だからちょっと債券市場も非常にきな臭くなってきたっていうイメージですね。これがあれボンドマゲドンにつながるっていうこと？ボンドマゲドンはまたちょっと別ですね。また別なんですか？こっちの債券は国債やから、 あっちの債券は、他の債券ね、社債とか社債も入ってるからね、国債も入ってますけど、ほうほうほう、でもまあつながるのはつながります。ボンドマゲドンっていうのは、春マゲドンね、終末戦争のとボンド債券をくっつけた倉庫ですけど、うんまあ、これが世界を滅ぼすんじゃないかっていう意見も多いんですけど、うん、なぜなら株式市場流れるお金より債券市場流れてるお金がはるかに大きいので、うん、ボンドがダメになったってことは、そして債券が暴落するってことは、でまあこの説明しなあかんな大変やん言わんこと言うから台本にないこと言うから理解を深めて皆さんの理解を深めるためにな、ある一定以上まで債券の価格がいってしまうと、もう債券抱えている投資が全部赤字になるラインがあるんですね、うんうん、それ以上いってしまうと、もう債券を投資する投資が全部赤字になるラインがあるんで、そこを超えてしまうと債券持っている投資がもう利益で株を投げ売りするしかない、うんうん、もしくは他の資産を投げ売りするしかなくなるので、うん、今言ったように債券市場のがはるかに株式市場大きいお金が出ていることが全部赤字になるので、うん、株も全部売ってくるってことはもうかつてないこと、大暴落に引き起こすってことか、ね、聖書で出てくる終末戦争ですね、春マゲドンが起こる、うん、それは債券から起こるんじゃないかってことでボンドマゲドンって言葉が、まあ、いろんなところで経済のニュースとか新聞とか出てるんですけど、うんまあ、それももちろん引き起こすかもしれないですね。なるほど、うんまあ、そっち行く前にさっきドイツ銀行吹っ飛ぶと思いますよ。ああ、はあ、なるほどね、シュイーってあー簡単やん押したら倒れるかもしれない、ね、そうそうそう、グラグラしておりますから、うん、また別の特集やりますけど、ドイツ銀行はね、ロシアマネーとチャイナマネーをマネーロンダリングしてたっていうね、話しましたけど、うん、またマネーロンダリングしたから、またした別の資金、またしてたその特集もしますけど、新たにしたん、また別のとこもしてた、あそう明るみになったっていうことにね、うんはい、その疑惑が出てからさすがにやってないよねその後でやってる、やってるよあ、まあ、逆出る前ですからね、バレる前にやってたっていうのはまた出てきたんで、別銀行もグラ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 どころかそんなの逆言うぞっていう今攻撃を受けているところですそんなグラグラやな、はあ、まあ、そんな感じでもう債券もやばくなってきたってことで、そうですね、全然人事じゃないからねこれそうそうそう、うん、自分たちの生活に直結する経済ねうん、で事情やから10年前のリーマンショックでね、日本もね普通に景気大変になりましたから、うん、その日じゃないことが起こりますからね、うまいね、ということです。でそんな感じでですね、もう大変なことになってて、カナダも逆輸入になって、アメリカも逆輸入になって、どうなんねんって時にですね、うん、そんな中で同じ時に FRB 理事にですね、トランプ大統領は自分の考えに近いスティーブ・ムーアっていう人を就任させました、うん、あ最近ね、うんうんうん、まあ、理事の入れ替えの中でね、うん、でじゃあ トランプさんはそもそも盛り上げするなとツイッターでずっと言ってたし、うんうん、FRB 間違っとると、うん、なんということを愚かな政策をするんだっていうのも、うんうん、悪口ずっとツイッターで書いてありましたね。そうですね。なのでトランプさんの意向を受けて利上げ止めたんじゃないかっていう意見もあるぐらい、うん、まあ利上げ反対してたんですけど、自分に考えに近いそのスティーブ・ムーアさん入れたっていうのは、何か今までは高派が多かって利上げしたいって言った人が多かった中で、うん、今自分に感が近いってことは利上げしない派と派を入れたってことなの で、ね、なぜそんな風にするのかと、うんうん、これはもしかして何か予備的なリスク回避なのかと、うん、何か高いリスク高いことが起こるんじゃないかと、うん、つまり何かが起こるからこそ、大統領はそれを知ってるからこそ利上げをやめさせ、自分に近い考えの人を入れ、いつでもコントロールできるようにし、うん、それを中央銀行に送り込んだのではないかなどなど、この人事にもいろいろな憶測が飛び交っています。なるほどね、うん、まあまあ意味なくはやらないだろうからね、うんうん、それは憶測しよう、まあ、結局そうなんじゃないの、うんうん、自分のねコントロールできるような人を送り込んだということでしょう。いやそうです、自分の考えに近いんでね、うんうん、で何かあった時に何か対応できるように、何かあるんかいっていうことやね。そうそうそう、今も言ってたけど、うんうん、で大統領から知ってそうじゃないですか。知ってそうやね、うん、まあイメージとしてね、うん、ドラマやったら知ってるし、知ってるな確実やななのでこの時期に、うん、まあ、この時期、まあ、時期はたまたまとしても、うん、そんな風に人事が動いたので、それもまたいろいろ憶測が飛び交っているところでね。なるほどね、うん、
そして最後にですね、この逆イールドの影響は日本にもすでに出てるという、色濃く出てるって話なんですけど、実はに日本市場もですね、同じその、アメリカで逆イールドが起こって同じ日の22日に、日本の10年もの国債のはマイナス 0.08% のマイナス金利となりました。まあ、ちなみにこれ、ね、日本ではマイナス金利って言いますけど、正しくというか英語ではネガティブ金利って言うんですよ。あ、ネガティブなんですね。ポジティブとネガティブなんですね。そう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 。マイナス金利っていうのは何というの、和製英語みたいな感じ、ノートパソコンを言ってるのでしょうかな。まあ別に間違いじゃないですけど、ね、マイナス金利っていうのは、まあ、一応覚え、豆知識、豆知識入れてきたなアメリカの海外の方と話すときにマイナス金利言っても通じひんからね、知っといてくださいネガティブ金利言うたし、金利は通じひんけど金利がねまあそんな感じでですね、アメリカはね、まあ、去年まで利上げしてたので、うん、今度 利下げができるんですよね、まあ、そのための利上げとも言われてますよね、もともとね。利上げっていうのは、金融引き締めるんで、景気がいい時に金融引き締めておいて利上げしておいて、今度景気が良くなった時に利下げ、つまり金融緩和してお金の大量に資を流してジャブジャブにして、お金の流れを良くして景気対策しようっていうことなんですけど、まあ長谷さんがおっしゃったようにアメリカはそれを見越して利上げして今度利下げいつでもできますよっていうふうにしてるんですけど、日本はもうできないわけです。できないわな、こんだけ金利低いのに。うん、そうマイナス金利ですからね、したらやばい、逆にやばいですよ。お前やん、マイナス金利ってことは、まあ、ネガティブ金利ってことは利下げしたらもっとマイナス金利だから、銀行がお金払わなあかんことだよね、地方銀行に、今でさえ金融機関それでかなりマイナスかかっているのに、だから深掘りできないんですよ。でもう一段利下げしてしまうと今、経営が実はすごい厳しい地方銀行、地銀がもうどんどんほぼ潰れちゃうんじゃないかという憶測も出てるんで、もうどうにもできないのが日本ってことですね。でも市場はもう22日マイナス 0.08 いってしまったので、市場はそっちに動いてしまっているっていうぐらい、もう日本はかなり影響を受けてるってことですね。なるほど。でそんな状況の中、日本はね当然10月に消費税引き上げが起こりますから、でその消費税引き上がった分で使う予算の方も決まってますからね、予算も出てますから、もしまあ安倍総理はその消費税上げる前までに、まあ、リーマンショック級のことが起こったら引き上げやめ消費税引き上げないとか、100年に一度の何か金融危機が起こったらまあ消費税上げないと言ってますけど、じゃあどうすんのと、その既に消費税上げることを見越して予算組んで、例えば教育の無償化とかね、ありますけど、そういうのの予算はどっから引っ張ってくるのとか、いう大混乱が待ってるかもしれないってことね。ほう、でもそれは危機がなかったら、とりあえず上げるわけやん、消費税は。はいはいはい、危機ないかもよ。でも消費税上げるこの状況の中、消費税上げたらさらにまた厳しくなりますからね。なあ、どないすんねんあかんよね、おそらくあかんよな。ということでですね、日本も逆移動の影響は徐々に来てるってことですね。いろんなところから来てるし、経済つながってるんで、まあ、いろんなところから本当にもういろんなことが起こってるってことね。というわけでですね、この逆イールドについて株や FX 仮想通貨などの投資家トレーダーとしてまずは押さえておきたいポイントに絞って今回解説しましたけども、とりあえずはですね、2年ものと10年ものの逆イールドが発生したらいよいよ本当に世界やばくなると、世界経済崩壊させる超巨大爆弾が爆発する方向に向かうということはがっちりと押さえておいてください。なるほど。今回はですね、3ヶ月と10年ものであって、その数ちょっと数ヶ月前には2年ものと5年ものの逆流動が発生しています、つまりこれは3ヶ月と10年間気にしなくてもいい、2年と5年だから気にしなくてもいいっていう意見 もちろん全然正しいと思うんですけど、でも逆に徐々に本命に迫ってると、2年と10年の本命に迫ってるとも言えるわけなんですよね。もう逆移動2年と5年で起こって、その数ヶ月後に今回3ヶ月と10年起こっているから、じゃあ次もう2年と10年じゃないの、でももちろん流れがなるかもしれないので、引き続きちょっとプロの投資家トレーダーとしてはこのしばらくね、この数値には敏感になっておいてもらった方がいいと思います。そうですね。はい。で、本命のね、その2年と10年の逆移動が発生したら、もうおそらくすぐにその日のうちに、まずは今回よりもはるかに大きい大暴落が起こります。間違いなくね。まあ、可能性が高いことに言えますし、そしてですね、徐々に経済景気悪くなっていって、リーマンショックとか IT バブル崩壊などのような歴史的な大暴落がその先に待ってるかもしれないってことですね。
そしてね、ただこのコーナーでもいつも言っているように次のね、次のそのような規模の大暴落っていうのはもう人類が経験したことがないレベルのものになるはずなので、うん、もう今までの過去の歴史的な暴落、 IT バブル崩壊、リーマンショック、その前のブラックマンデーとかそんなレベルではない可能性が高いので、うん、歴史にはなかった規模ですね。だから人類が経験したことのない規模のレベルで何起こるかもしれないということもちょっとお忘れなくということですね。うわ、うん、どうしよう。なので世界経済を崩壊させるのはもういろんなとこ出てきたってことですね、うん、ドイツ銀行本体もやばいし、逆リードも出てきちゃったし、ね、債券ボンドマゲドンもあるし、あるし EU 離脱からのもちろんドイツ銀行の流れもあるし、そうやね、中東もあるし、うん、中東もある、実は一番やばいイスラエル、イスラエルもし、ね、うん、米中貿易戦争してるし、そうやね、新冷戦してるし、南米とかもね、南米もやばいですしね、中国ね、うん、はあ、インドパキスタンもちょっとね、そうだね、全部やばいじゃないですか。ロシアもやばいですね、プーチンさん求心力失ってるし、うん、まあね、もちろん北朝鮮は相変わらずやばいし、そうだね、韓国もゴタ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 してるし、ダメだもうダメだ、日本は消費税上がるし、うん、ということで、だからね、神尾 TV のテーマソングをさよなら人類にしようかなって思ってる。さよなら人類玉のさよなら玉のさよなら人類にしようかな、オフコースやってた、もう一段上げようかなっていうレベルもう宇宙行ってます木星かなあかん僕らは神尾 TV 続けれるんですかね、一応金融番組的なあれなんですけど、うん、エンタメになります。え、YouTube、逆言うのドイツ銀行エンタメならいよそれ全部潰れる会議やなるほどね、うん、ただもちろん投資家としては、ね、稼げる一世時代稼げるチャンスは来るんで、うん、そうか、うんうんうん、その時にいっぱい儲けて、うん、いい AI 買えば大丈夫、うん、そうかな、うん、まだ残ってるんかな、そういう貨幣に価値とかが。北斗の拳みたいな時代になるんじゃん。北斗の拳って知ってる？あ、見たことはないです。あ、そう、まあそうでしょうね、世代的にやんな、うん、多分ラオウとかが出てくるキムギロまあもちろんそうなるという見方もありますよね、うん、まあね、うん、北斗神拳とかが出てくる。北斗神拳出てくるのそっちまあありえるかもしれないですね。そうですね、まあみんなも農業をするかもしれないし。ないと思う。まあその時に仮想通貨が逆に一気に広まるという見方もあるし、うん、そうですね、どうなるか分かんないですけど、どうなるか分かんないですけど、うん、まあみんなで楽しくやっていこうよこの時代を乗り切るしかないからね、そうそう、僕たちは、うん、だってもう何十年か生きるわけじゃん。そうそうそう、ね、だからどうせやったら稼ごう、うん、そういうこと、ね、という生きがいで、うん、意気込みでいきましょうね。ホコトの件になるとしてもその前にいっぱい稼いで人生楽しんどったらまあまあいいじゃないかということで、ね、このまま突入したら嫌やけど、そうやなピラミッドぐらい作れるかもしれないサウザーのサウザーのねというわけで、うん、ホコト神経教えてくれる人募集してもらいます。募集してもらいます思想伝やからあれまあそんな感じですね、うん、まあ本当は笑い話じゃないんですけどね、ね、笑っとかないとやっていけない。そうですね笑い話にするしかないですということで、うん、あのもう世界中本当にやばい動きあるんで、ちょっともう次回ぐらいはですね、うん、世界のやばいことランキングをやってみようかなと思っています。10位ぐらいから世界のやばいことを発表していこうかな。神尾TV で触れたらあかんことランキングやってこやいや、いいよ、別にキーワードだけ一瞬で消えるで。もうすぐ10万人いくのに一瞬で消えるで。でもあの7位ぐらいまで大丈夫やん今の YouTube はですね、全発言を解析してますからね。そうですね、とあるキーワード言っただけで消えちゃうことありますから、うん、あそうだそうだ、うんうん、Google とかもね、うん、あるもんね、そういうことね。そうそう、そういうことで、はい、消えない LINE でやりましょう。ランキングやりましょうね。ランキングやります。その、はい、やばい世界のやばいことやばい国ランキング、やばい国かな、まあ、やばいことランキング、やばいことランキング、やっていこうと思います。はい、でですね、この逆移動についても全然あの今後もまだ全然油断許さないので、もちろんね、うん、何か少しやばい動きが出てくれば、すぐにこのコーナーでまた特集したいと思いますし、うん、もっとね、速報的な緊急情報はですね、神尾TVの LINE アットで何かあったらすぐ起こりたいと思いますので、まだの方はぜひ登録しておいてください。情報説明欄にそれに書いております。
というわけで次回はですね、まあ、もしかしたら世界のやばいことランキングをやろうと思っていますし、まあ、もしくは他にもなんかちょっとねいろんなこと今本当起こっているんで、うんうん、緊急特集をやるかもしれないですけど、ちょっと引き続きですね、はい、経済の世界の経済、まあ、日本の経済話していきたいと思います、うん、あんまりこんな話してる人いないでしょ。いや、おらんでしょ、うんうん、こんな長い時間見てくれる視聴者さんもなかなかいないなかなかのもんですよ、お互いそうそうそう、タヨ TV の視聴者さん優秀な方、ね、優秀な方しかも長い時間ずっと見てくれてるからね、そうそうそう、ありがたいですね、うん、すごいですよ、うんうん、そんな感じでちょっとまた引き続きね、そういう皆さんの期待に少しでも応えるような、うん、ほとんど表に出ないような裏情報をどんどん出していきたいと思いますので、うんうん、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。ネネマガと LINE アットやってますので、こちらもご登録ください。企業予定の何かあったら LINE アットすぐ送ってもらうので登録しておいてもらえたらと思います、はい、ぜひネームタイムよろしくお願いします。まだお会いいてもらえた方はぜひ Twitter などでシェアの方もお願いいたします。動画説明欄にこの動画に関する説明や Twitter、Instagram などのリンクも貼っていますので、ぜひと見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。